バスケ見ようぜ BJ TV。 こんばんは。こんばんは。こんばんは。週刊 BJ TV ニュース許容範囲内ですかね。10分は許容範囲内ですかね。はい、大丈夫ですか、ね。15分以内に。ちょっとね。はい。今日もやべえなと思って19時10分にしたのね、はい、したらまさかに5分ぐらいで出来上がるという、ね、準備 OK でむしろ時間を持て余すというね、はい、普段とはちょっと違う感じの、ね、はい、スタート、心に余裕を持った感じで、ね、余裕があるスタートで、はいはい、まあ、15分以内は BJTV ニュースルールの中では、ね、ルールの中で、ね、認められてますからね、はい、いいということで、はい、今週も新たに、はい、2代目ブースター候補、はい、高田ゆかさんにはい、お越しいただいております、はい、ああ素晴らしい、よろしくお願いします。毎週ね、本当いろんなゲストの人が来てありがたいですよ。まあね、何がありがたいってね、はい、ゲストが来るとですね、はい、辰巳が若干シャキッとするってことですね。すごい緊張します。やる気を、今日もやる気十分で大丈夫、いける。何なんですか、なんかやばい、どうしよう、どんな子が来るんだろうってすごい緊張するんですよ。なるほど。人見知りがすごい激しいのもあって、はいはい、なんか可愛い女の子とかいると目合わせられないんですよ、あんまり。でも今日始まるまでずっとね、2人で、はい、ずっと喋ってた、うん、ちゃんと喋れてましたか。うん、だってすごい緊張してる。ということは、あの、どういうことだ、あの、可愛い方が来ると目合わせない。あれ、ちょっとそれ、あれ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 、がっつり話してる。がっつり喋ってましたけど。なるほど、がっつり喋られたと。結構30分以上喋ってましたよね。どういうということは、たちみのその中では、あ、高田さんの存在というものが、あ、そういう評価に、まっすぐに可愛くないのって言ってる人がいたよ。本当に綺麗なお姉さんだなって第一印象思いました。あ、可愛いじゃなくて綺麗なお姉さんなのね。じゃあこれを、ありがとう。褒めてくれたから、うん、はい、そうですね、お姉さんが今日いらしているということで、うん、まあ、いつもにも増して緊張気味です、うん、緊張気味、はい、はい、どうなの最近の辰巳は。最近はそうですね、結構毎日充実してて、まあ、顔合わせだとか、うん、まあ、いろいろちょっといろんな準備に向けていろいろやってます。なるほど、ね、まだ言えないんです。ちょっと思わせぶりな感じ、思わせぶりな感じ、まだ言えないんですけど、生意気だな。やるね、なんかやるね。へー、はい、あ、高田さんにこんばんはというご挨拶をされている方もいらっしゃいますが、ゆかちゃんは可愛いよねというコメントが来ておりますが、ありがたいですね、はい、華やか、華やか、華やか、随分随分と高評価ですね、高評価ですね、ありがとうございます。なんか私の回し物じゃないですか。おそらくそうですね、はい、若干飽きた感がある感じ、飽きた、はい、ありますけど、ね、高田さん、はい、先週のバスケ経験者は強敵だねと。うん、秋田美人、秋田美人って言われてますけどね。ありがたいです。きりたんぽ食べますか。あ、なるほど、なんか例年にないという仕込み、うん、仕込みに近いとは思うんですが。仕込み。例年になく、こう、例年というか今までになく、はいはい、スタートのハードルがですね、はい、ぐんぐん上がってますね。そうですね、はい、そこに対して江島さんはいかがですか。まあ、今までもね、我々3人の時もね、華やかにお伝えしてたつもりだったんですけどね。やっぱ足りなかったんでしょうね。そうです、華やかさ、うん、最近こうね、ゲストを迎えるたびに、はい、あの、よくわかりますよね。そうですね、我々の華やかさ足りなかったなっていうことね。そんなことはない。キリタンポのプレゼントはありですかっていう。それはどうしようかな。じゃあ秋田に来てください。うん、ハードルが高い、はい。なるほど。ということで、新たに、ゲストを今日も迎えて、はい、迎えて、BJTV ニュース、はい、2代目公認ブースター候補を迎えて3週目と、3週目、はい、ということになりますが、来週以降が怖いぞと、はい、いうことですね。反動が来るんですか、ね、反動が来る。来週3人になった時にね、全然誰も来なかったら泣いちゃうよね。歌ってという
リクエストがありますが、高田さんは本業は、はい、本業って言っていいのかな、歌手でいらっしゃるんですよ、はい、あのシンガーソングライターをしておりまして、うん、あ、自己紹介していいんですか、はい、どうぞどうぞ勝手に、どうぞ、すいません、どうぞ自由な、ね、初めて見てくださった方のために、はい、勝手に自己紹介をさせていただきますと、はい、秋田出身のシンガーソングライターの高田由香と申します。去年ですね、はい、あの秋田ノーザンハピネッツの、はい、アリーナブースターを実はやらせていただいておりまして、はいはい、でそのウィークリーハピネッツというラジオ番組もちょっと、はい、それが講じて講じてというか、はい、あのやらせていただいておりまして、はい、押してもいいんですか、押してもらって1チームを結構ですよ、はい、全然結構ですよ、秋田ノーザンハピネッツの、ブースターでございます。見えてんのかな、はい、はい、これも、はい、実は T シャツを着てこようかなと思ったんですけど、はい、やりすぎかなと思って、自粛しました、はい、なので、はい、あのまあ、普段はシンガーソングライターとして、ライブ会場で、はい、歌を歌っているんですが、あの初めてバスケットボールを見に行った会場で、はい、が BJ リーグの会場で、はい、まあ、去年はほとんど試合会場に秋田のホームにいたんですけども、その熱にまずやられまして、まあ、そうですね、秋田の会場はね、はい、すごいですからね、はい、うん、先ほどもちょっとねお話ししてたんですけど、はい、秋田の県民性っていうのがすごく恥ずかしがりで大声を出さないんですけど、あのハピネッツの意外ですね、何も言わないって、そうなんですか、さっき椎名ちゃんが、はい、秋田のブースターさん大好きって、超優しくて、ね、本当に大好きです、そう言われて嬉しい、もうなんか、うん、あ、しーなちゃんって話しかけてくれて、うん、なんかいろいろお土産とかくれるんですよ、うん、優しい人だなって思って、うん、温かいですね、そう、その多分バスケットの力がそうさせたんじゃないかなと思って、その必死に選手の皆さんが戦ってるじゃないですか、はいはいはい、うん、はい、もう声を出さないわけにはいかないぞと静かなね、秋田の県民性でもね変えてくれたっていう、だから多分椎名ちゃんが会場にいた時も話しかけてくれたりとか、ね、みんな明るくなったんですよね、うん、その力がまずそのバスケットのそのエンターテインメント性を感じて、はい、そこから私も会場に足しげく足を運ぶ、あ、なんか二重言葉になっちゃったかもしれないですけども、あの行くようになりました、はい、はい、ということで長々とすいません、自己紹介、いえいえ、あ、もう一つだけいいですか、はい、どうぞどうぞ、あのすいません、はい、私の告知をするときに、はい、7時からあのこの BJTV さんのページでしか見られないっていうふうに言っちゃったんですけど、はい、ショールームのページで見るとコメントができるんですよね、そうですね、はい、そうです、はい、どっちでも見られる、はい、すいません、ね、まあ、多分 BJTV で見てらっしゃる方もいると思うんですけど、はい、両方見れますっていう、両方で、はいはい、両方見てズレを楽しんでる人とかねいろんな人いますけどね、はい、以上です、見ていただいてると思います、はい、いやいや、しかし自己紹介非常に格調の高い話ですね、はい、ちゃんとした話ですね、ちゃんとした話ですね、お、天の声さんちょっと黙っちゃったからねすいません、なんか基本ですね、秋田県人なのかなっていうぐらいねいや、あの、静かな、ただね、はい、僕がね、秋田に言った時にですね、はい、話しかけたり優しくされなかったのはこれはもう照れ屋さんだったんだなと、ね、そうです、いうことが判明しましたよ、ね、私に問題があったわけじゃないと問題いうことはですね、天の声さんのこと知らないもんね、みんなね、あんまり見えない顔ね、あの10回に1回ぐらいだけ見切れちゃう時あるからね、うん、それはねあくまでも見切れちゃっただけだから、本当はね見せないっていうコンセプトのもと、はい、やってるのに見切れちゃうというね、このいい加減さ、サービスで、はい、サービスショットで、ね、サービスショット、サービスショットでたまに出るだけなんで、さすがの秋田ブースターもねそれだけを頼りにね、天の声さんですよねって声かけるのはね勇気いりますよ、そりゃ、まあ声をかけられても私は違いますよ若干その天の若干が楽しいですね、そう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 でも聞かれましたよ、天の声さんいるんですかっていうのは、会場で秋田のブースターの人にね、はいはい、いるんですけど探してくださいって言っときましたけど、はい、見つけられませんでした、見つけられなかったみたいですね、はい、難しい、はい、ということで、1チームを押しちゃいけないというルールは実はなくてですね、ないです、はい、全然ないです、基本中立にお話はしますが、はい、ここは私好きなので喋りますというのはですね、はい、全然 OK、 ウェルカムです、ウェルカムです、ウェルカムです、はい、はい、
辰巳の場合はビッキーが好きなので秋田のことをよく喋るとかですね、ビッキー大ですね、自分が住んでるのが横浜なもんですから、はい、横浜のチームのことをよく喋るというような傾向はありますが、はい、まあ、よく喋ると言っても喋らないんですが、ね、たまに話ができると、たまにビッキーの話を急にし始めるとか、たまに横浜に横浜の会場には近いから行ったとかね、そうですね、はい、そういう感じですかね、そういう感じでやっておりましょう、はい、つまり簡単に言うとですね、適当いやまあね、なあのうるさいね、むせっちゃいましたよ適当とか言うから、うん、いやあの基本的にね、 BJ リーグのブースターの人たちってみんな温かいので、はい、結構試合前とかもね、ブースター同士こうエールの交換みたいなのやったりするじゃないですか。なのでね、あのどこをあの応援してるから自分にとって敵だとかってことはなくて、うん、あのブースター同士はもう BJ が好きな仲間だと思ってるので、うん、そういう意味ではね全然大丈夫ですし、そうですね、あのどっか嫌いなんですって言われるとちょっと困っちゃうかな。そうなんだよ、はい、それはね、たまにね、ないと島がね、大阪嫌だって、なんで困るんだよな、これ多分ね、最近見始めた人知らないんだけどね、初年度からそのキャラクターをつけようつけようとするんだよねなんだろうね、つけたがるんだけど、そんなこともちろん全くありませんよ、はい、いやいや、何があったのでしょうか、ね、一体何かオフのカメラがオフってる時にね、喋ると大体大阪の悪口なんだよな、カメラがオフってる時の話されたらさ、はい、真実だと証明のしようがないじゃんね、本当か嘘かさ、証明のしようがないから困るんだけど、そんなことはもちろんありませんのでね、はい、全チームを、はい、いいところを伝えられればという番組ですから、はい、今日の BJTV ニュースはですね、はい、やや若干格調高くですね、はい、高田由香さんの事務所の方がお二人いらっしゃるそうなんです、このプレッシャーがですね、はい、なぜ天の声さんが、ね、ちゃんと進めようとするか気づきましたか、このね、先週でしたか先々週でしたか、はい、昨日の夕飯なんだから入ったんですよ今日はね、さすがにそれないと思います、拡張高くお届けします、このね、私の右半身に浴びるこのプレッシャー、はい、映したいですよね、全然そんなことない、映したいですよ、一人ぐらいのプレッシャーなら跳ね返したいという気はあるんですがね、はい、二人がかりですね。二人いらっしゃっていただいてますんでね。さすがの私もね、二、はい、人がかりのプレッシャーにはなかなかきついものがありますよ。はい、ちゃんとお届けすることになると思いますよ、はい。ちゃんとお届けできるかどうかは、今のところどうでしょう。いや、いけてるじゃないですか。もちろんです。普段に比べたらね。いや、すごいです。途中で右半分の方からチッとか下打ちが聞こえた時はですね。はい、私の心はポッキリ折れる気はしてるんですが、ハイプレッシャーとかですね、ダブルでダブルチームとかね、ダブルチームとかいろいろおっしゃられてますけどね、そういうことですよ、基本的にそういうのがない状態で、あの戦ってるのが中間 BJTV だったりね、はい、あのドフリーでシュートを打つというのがね、基本ですが、ここで初めてこうプレッシャーをかけられてるところで、はい、どれだけのことができるかというのが本領のね、はい、問われてるところですよ、問われてるところですよ、うん、はい、ちゃんとやっていきますよ、ちゃんとやっていきますよ、緊張してきました、そんなこと、そうですよ、辰巳さん、はい、そうですね、してますよ、見ながらやってシーズン終盤ですからね、もう各所高くちゃんとお届けしますよ、はい、言ってみればレギュラーシーズンは今週末で終わってしまうわけですよ、そうですよ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。この辺で今週のビジティビニュースは、はい、修行をしたら、ね、はい、多分、今隣にいる高田由香の事務所の2人から評価が来るということで、でね、自重いたします、はいはい。うちの高田が出た時なんでなぜそんな短いんだというね、プレッシャーを受けますから、なめんなと。秋田から来てるんだと。はい、まず見てる人たちに怒られるしねまたバスケットの話せずに終わりやがったっていうねいう感じになる。高田さんは普段秋田が活動拠点ですか？両方で活動させていただいてまして、うん、行ったり来たり行ったり来たり、はい、交通費も大変ですね、事務所の方うなずいてますよ大変ですよ、それはもうヒューンみたいな、だいたい新幹線ですか？まあ、いろいろ、はい、あります、車、飛行機、徒歩、徒歩とはないですが、秋田小町、小町、はい、小町に乗って、乗って、小町を食べながら、食べながら、はい、はい、BJ リーグに高田由香を参加させようと、はい、言っ
ている方いらっしゃいますか。そうですね、ありがたい、はい、あのここまでたどり着くまでに、はい、あの一応オーディションをやらせて、オーディションでショールームを、はい、ショールームの、ね、部屋を持っていただいて、うん、いただいて、すいませんね、生意気なことをしてしまいましたね、この番組ごときで。初めてこの番組をきっかけにやらせていただけたんですけど、はい、もうあのブースターの皆さんが、この BJTV を見てる皆さんがこう教えてくれたりとか、はい、この BJTV のことを、うんうんうん、あの絵を描くあですよね、この、はい、習ってるんですよ。習ってる。あ、すいません。それは絵って言うよね。それ言うよ。習ってそれは。あ、そうなんですよ。あの、まあ、私もあのいろんなコーナーを、バスケットクイズコーナーとか、はい、あと バスケット以外のことも絵を描くコーナーで、はい、私もあの高田画伯と一応呼ばれているので、はい、それ自分の番組の方で、あのショールームの、ショールームの、はい、ショールームのこの BJTV オーディションでやったんですけど、はい、いろんな絵を描いたら、あの辰巳さんもいい勝負だよみたいなことを教えてくれて、だから今日楽しみに来て、振り返ったらここにこう作品がもう、そうです、はい、それではですね生で、家を何か一つ描いてみましょうかと思っておりますので、はい、ぜひ今なんか描けるものを描いてみてください。ちょっと待って、はい、いいんですか、はい、なんかこれもう今前振りでしょ、違う前振りでしょ、でもこれ見てる方でいなくなったらどうしたらいいですか、何人ぐらい、はい、お題はちょっと、お題とかなんか、いや何でもいいですよ、はいはいはい、なんか皆さんあのお題ください、お題をください、お題何書いた方がいいですか、はい、お願いします、ぜひお題を皆さんからいただいたものを、じゃあせっかくだからあのビッキーにしましょうか、秋田ノーザンハピネス、あ、いいね、ビッキー対決だ、はい、ビッキーで、はい、にしましょうかとかって言って、いやビッキーって言ってる方も今いらっしゃいました、ああいいですか、はい、でもちょっとどうしよう、でも私好きなのに、あのここに今浮かんでるビッキーが私の右手に降臨してくれるかどうかちょっと、はい、それでは今から高田さんには絵を描いていただきますので、はい、その間、はい、我々の方で、はい、少しお話をつなぐと、はい、どうしよう、つなぎです、つなぎですね、我々がいいつなぎをしましょう、はい、はい、先ほどですねコメントの中でですね、はい、私のコメントがいつもより優しいという指摘をいただきましたなるほど、当たり前です、はい、そういうタイプの人だってことをねずっと見てればわかるよね私は権力とかそういったものには非常に弱いタイプです、はいはいはい、うん、そして注意されたり怒られることがとても嫌いです、はい、そうですね次回以降どうなるかですね、はい、辰巳さんの事務所の方もね確か1回だけねいらっしゃっていただいたことありましたけど、正しくやりましたよ、正しくやりましたけども、はい、まあね、あのいなくていいやっていうねもう次からいっかっていうね、そうです、その結果のびのびと天の声さんがやるという放送がずっと続いてまいりましたけども、はいはい、私は比較的手のひら返しが得意です、はいはい、手首の関節柔らかいですよ優しいね、優しい天の声さんっていうね、うん、新たな一面を楽しんでいただければと思いますので、はい、という形でやらせていただきます、なんかもうダメです、すいませんこれすいません、あのすいません、あの面的にすいませんね、ちょっとこれ見えて見えちゃったかな、見えない方がいいかもしれないですね、ちょっと待ってください、自分で言ってなんかどうしよう、秋田のファン、あのビブーさんの皆さんからもう嫌われるかもしれない、うん、すいません、ロボットかと言われてますね、まあね、それは全員そうツッコミ状態になりますよね、これね、でもなんかあのやっぱりあのビッキーはダンクをあのダンクします、はい、するじゃないですか、はい、それをイメージしてダンクして、あのトンどこでイメージしてるどういうイメージがみたいな、シューか、なんかこう着地しましたみたいな、大丈夫ですかこの方大丈夫です、本当に大丈夫らしいです、皆さん申し訳ないです、大丈夫だそうですよ、このシーナちゃんが考えてくれたキャラクターをこう一緒にバスケットボールちゃんを一緒にこう仲間にしてダンクしたよ、はい、そうだねみたいな感じでイメージね、はい、イメージね、あ、まこの話はじゃあ終わりましょう、はい、すごい手とかちぎれてすげえ手がちぎれてると辰巳に指摘されたいのはシーナちゃんの方がうまいって言われてるよ、よかったね、ちょっと待ってビッキーはやっぱ良くなかった、ビッキー良くなかった、ビッキーが良くなかったね、あビッキーは最高ですけど、はい、ちょっと私の、はい、あの選ぶ
画伯のね、こう画力、それではですね、ビッキーはですね、やはりマスコットキャラクターとして、はい、あれですので、はい、次回ご出演の際には、はい、江島を描いていただきましょう。無理でしょそれ。これはすごい。練習をしてください。それは無理でしょう、はい、その高田さんの描く江島を楽しみにしたいと、はい、思っております。楽しみにしたいと思います、ところで、高田さんは以前この番組を視聴されたことはございますか。あります、はい、にもかかわらずノミネートされたという、はい、非常に度胸がある度胸ものはいいようですね。度胸がある方だったそうです。事務所の方は止めなかったのかっていう問題あります、はい、不思議ですね。不思議です、うん、はい、江島と今日ここへ見て会ってみて、はい、大体聞くんですがどうですか江島は。どうですか江島の印象は。シャッって感じですね。シャッってる感じですね、はい、あのボールをこうシュッて感じていきそうだなっていう感じですよ。天の声わかりますか。僕には理解できません、はい、絵を見てわかるでしょ。独特の感性ですよ。なるほど、ね、優しい、はい、ところもあるけれども、はい、なんかこうシュッていう、なんて言えばいいんだろう、なんか素早さとか、そうそうそう、なんかこうシャキッと感とか。もっときちんとコメントしましょうって言われてるよ。大丈夫なんですかね。でもなんかこのふわっとしたシーナちゃんのふわっとした感じと、あ、まあね、でもなんか対比したらね、それは辰巳さんよりはこうシュッとした感じかもしれない。辰巳さんの隣にいて俺の方がほわっとしてるってことはそれはないわな。でもなんかないたまにでもあれっていう発言をする時もありますよね、はいはい、ちょっぴりおもしあのおて天然じゃないけど、はい、あのえ、あれ、ありますか、面白くないですか。ありがとうございます。そのツッコミ、そこでそのツッコミみたいなちょっとつぼってる人は多分いると思います。なるほど、はい、ですよ。面白かった天の声さん。なるほど、聞いてますか、うん、はい、興味ないな。聞いといてそれだごめんごめん。そうそう、辰巳くんは当初江島をどう思っていたんだ。辰巳くんも長いもん ね、 そうですね。最初どう思ったか忘れちゃったよね、もうね。あのね、顔を見る限りあまりいい印象ではなかった感がね、ビシビシと、ちゃんと覚えてますけど今言えません的な顔がね、すごい今ビシビシと伝わってきてよかったですよ。辰巳は今江島をどう思ってるんだ。今、うん、どうせ興味ないんだからさ、いいよ別に。そうです、ね、興味津々だよ。あ、でもすごい常識人。常識人。常識人。それは誰と対比してたんだから。常識。お、常識。常識。いっちゃえって言ってます。常識。常識。ザ常識。超常識。私がこう書いてて、あ、これ違うよとか指摘してくださったり、うん、あとなんかこれはこうだよとか、うん、なんかシャキッと、手段のシャキだ、手段の擬音 が多いですね。はい、もう汗かいてきちゃいます、はい、そうですね、はい、という江島と辰巳はコンビを組んでると、はい、いうことを誇りに思っていた。シュッとぼやでような感じだね。はい、ということで、そろそろバスケットボールの話をしないと怒られてしまうかなと、ようやくですか、いうところでございますので、はい、先週の振り返りに入りたいかなと思っております。はい、先週いろいろまあちょっと動きがありましたね。そうですね、まあ総じて上位チームが、しっかり勝ってっていう感じですかね、うん、はい、うん、というところで、まあ順番にちょっとここに書いてある順番からいきますが、はい、東京対京都が、はい、東京都というやつですね、東京都対決、はいはい、というのがありましたが、京都がしっかり98点101点、はい、楽勝でした。はい、あ、楽勝でしたか、こいつ。60点と57点じゃちょっとね。今江島は楽勝と言いましたよ。はい、楽勝でした。楽勝でした。まあね、ターンオーバーが京都9個と8個ということでね、うん、京都らしいバスケットをした上で大差で勝ったんで、うん、点差つくとね、雑になりがちで、そうすると翌週にね、悪い影響が出たりするんですけど、うん、はい、ターンオーバー9と8じゃねえ、もう京都らしい
もうがっつりやられた感があるかなっていう感じですかね。なるほど、はい、はい、そして島根福岡で、島根が連勝と、はい、ここ福岡は辛いね、連敗したのはね。そうですね、うんうん、まあこれで福岡ね終戦ということでプレーオフなくなっちゃいましたんで、はい、非常に残念ですね。まあ88対82と88対75と接戦ではあったんですがね、やっぱりここはホーム島根がやっぱりホームの力というところですかね、はい、点数競った時にはやっぱりブースターさんの力っていうのはね、そうですね、効いてきますからね、はい、はい、そして、高田さんの出身地、秋田対岩手の首位決戦、はい、来試合でしたね、これね、試合でしたね、まあ1試合目が秋田が勝って、はい、2試合目が岩手が勝ってと、はい、いうことで、まあ、ゲーム差云々っていうところでいけば変わらずという結果になったんですけど、はいはい、うーん、最終節に決着は持ち越した、まあ、1試合目ね完全に岩手ペースなんですよね、点数低くって、うんうん、まあ、得点を取る秋田とディフェンスのいい岩手の対決だったので、うん、ロースコアっていう意味では完全に岩手ペースだったんですけど、うん、はいはい、まあ、それでもね秋田勝つんですから、うん、強いですよね、うん、です、完全に、ね、岩手が全然入ってないですよね、うん、3ポイント 22%、 2ポイント 29%、うん、それじゃ勝てないですね。そして日曜日は、はい、3580人と、いや、お客さんいっぱい入っていただきました、まあ、満杯でしたね、はい、ただこう秋田にしてはフリースローが5割切ってると、うん、そうですね、まあ、2ポイントの確率もね 24.3% ということでね、うん、全然入んない。そうです、まあ、こういうことがたまにあるんだよね、うん、まあ、突っ込んでってフリースローをもらってそれが入っていればね、まだもうちょっと多分競った戦いになったんですけど、それがね 40%、25分の10しか入らなかったんで、うん、まあ、それじゃこの点差になっちゃうよねという感じでしょう ね、 うね、まあ、岩手らしいといえば岩手らしい試合になったんだと思います、うん、はい、はい、そして仙台長野、これはプレーオフ争いの中でいろいろ鍵を握るそれぞれのチームですが、はい、仙台が連勝と。そうですね、はい、長野はここ中盤に来てちょっと連敗中ではございます。そうですね、まあ、仙台はこれで、ちょっと有利になったかなと、まだ決まってないのでね、はい、ですけどちょっと有利になったかなっていう感じ で、ね、まあ、長野は勝たなきゃっていうのは変わらないですね、うん、まあ、サンダースがちょっと休んでいるのでそこは苦しいところなんですけど、そうですね、うん、まあ、仙台がケジュアン・ジョンソンがまたね爆発して35ポイント16リバウンドとかね、すごいですね、もうすごいとしか言いようがない、はい、はい、素晴らしいです。そして新潟青森は新潟が青森長岡で2連勝と、はい、そして新潟9連勝達成した日曜日は4000人超えと、素晴らしい、素晴らしい、うん、86対49ですからね、まあ、1試合目競ったんですけどね、うん、競った中でもやっぱり青森ホームだったんで、うん、さっき言った通りねホームの力っていうのもすごくあったと思いますけれど、うん、競り勝って、2日目はもう圧勝ということで、今新潟一番強いんじゃないですかね。そうですね、4000人のお客様を数えれば、はい、それは負けるわけにはいかないですね、うんうん、ということで、はい、そして富山福島が富山ホームで、上位にくっついていくためには富山は絶対負けられない、はい、まあ、富山ももう負けられないのでね、はい、はい、そして福島もプレーオフ争いの中で一つ勝ちたかったけど、そうですね、ちょっと転がずという形です、うんうんうん、まあ、争ってるね長野も連敗したこともあるんで、はい、あのそういう意味ではね福島勝てればもちろん良かったんですけどね、うん、まあ、富山が上回りましたね強い、富山も強い、だまあ新潟富山仙台あたりね、まあ、3位争いですけど、うん、まあ、新潟がねホームでさっき言った通り強いんでね、うん、あのなんとかみんなホームを取りたいですよね、うん、だと思います、はい、はい、そしてプレーオフ争いをしてた横浜ですが、埼玉対横浜で横浜痛い敗戦終戦と、はい、痛い、まあ、先ほどねブースターの方もね横浜も終わりましたっていうコメントがね、うん、来てましたけど、うん、悲しいですよねそれはね、横浜ブースターにしたらね、まあ、やっぱりホームアウェイの問題っていうのはあるかもしれませんが、うん、まあ、競ってね競り勝てなかったっていうところが今年の横浜を象徴してるかもしれないですね。そうですね、横浜ね競った試合で落としてもったいないなというのがね、うん、今シーズン結構目につきましたから。そうですね、ここ2連勝してると、ね、当該チームが全部連敗してるので最終節までね持ち越せたんですが、はい、そうですね、ここで今季の横浜は力尽きたと、うん、いうところですが、おっしゃる通り、その翌日にですね、108対70、100点ゲームで勝ってるんですね、はい、これね100
テンゲームで勝てる相手だったのかいっていうところですよね。まあそうですね、ここまで来るとね、何点差だろうがもうとにかくね、うん、勝たなきゃいけないんですよ、はい、うん、だからそういう意味ではね、まあ、ちょっとまあここに来て負けるようなチームは辛いですよ正直、はい、うん、そうですね、勝たなきゃいけないんです、はい、ここまで来る。ただまあ終戦した翌日にね100点ゲームでしっかりお返しをしたっていうところでいうと、はい、まあチームとしては頑張ったのかなと。そうですね、横浜今週末ホームまだありますけど、ありますから、ホームのブースターのためにと、お客様お待ちしておりますと、はい、横浜ブースターの方、はい、いうことでヘッドコーチもねコメントしてましたので、はい、最後までやってほしいなと思います、はい、そうですね、まあ、ちょっと横浜ここへ来てね、久山、はい、それと堀川、そうですね、骨折で怪我人が痛いっていうのね、うん、さっきコメント出てましたけど、ね、この終盤で怪我人2人骨折っていうのは、うん、あ、そうですね、それでいくと横浜はシーズン通してずっと今年はね怪我人に悩まされたシーズンだったなというところですね。外国籍の選手2人がね丸々1ヶ月ぐらい出れないとかね、うん、そのメンバー的にはねすごく、うん、揃ってるチームだと思うんですけど、復帰してきたらもう1人の外国人がダメになる、揃わなかったですね、最終最後までね、はい、はい、という形です、うん、ラーカイも欠場か、ラーカイも、はい、痛い、はい、怪我した人も痛い、痛い、はい、滋賀浜松、ここがですね、はい、浜松が行こうとしましたね、滋賀にばっくり浮かれましたね。そうですね、まあ、滋賀との対戦がキーになるっていう話をね、うん、先週だったかなしたと思うんですけど、はい、やっぱ滋賀やりますね、滋賀、うん、まあ、滋賀ね4位ですから当然上位に勝たないとね有明に来れないわけですから、はい、まあ今年ずっとね上位3チームがこう争ってる感じでシーズン来ましたけど、はい、その3つのうちどっかに勝たないとね滋賀は有明に来れないので、うん、はい、そういう意味ではやっぱ勝てる力を持ってるっていうのをね、うん、証明しましたね。そうですね、うん、はい、そして大阪大分では1勝1敗という形になっております、はい、まあ、これも接戦ではあったんですがね、お互いに星を分けると。そうですね、まあ、両チームともねもうプレーオフ決まっている状況ではあるので、うん、あとはもうプレーオフに向けてどういい状態で臨めるかというところだと思いますので、はいはい、きっちり1個でもいいからね勝っとくっていうことが、はい、連敗してプレーオフ行くの嫌だもんね、うん、っていうことだと思いますよ、はい、で奈良沖縄は沖縄がしっかり2連勝、はい、強い強いです、以上コメント終わりというところです、はい、そして、注目の一番がありましたね、はい、高松群馬、お互いプレーオフの枠を取りに行く大決戦では、はい、オーバーカンファレンスではあるんですけどね、はい、大決戦で両方とも高松が連勝してプレーオフの席を確保しました、はい、そうですね、そして初日はブザービーターが勝利、はい、すごかった、ね、そうなんですか、初日すごかったね、これはホームだっていうのがやっぱ強いかな、うん、ここもね、はい、この争ってる時にホームで競った時にブザービーターが決まるっていうのはホームの強さでしょうね、見たい、見たいですか、ブザービーターがそんなに、うん、見たいです、見たい、はい、すっごい見たいです、まだ生で見たことはないです、じゃあブザービーター、はい、見れるんですか、動画で見ましょうか、見たいです、はい、無理やり言わした感はある動画見させてもらいましょう、いや動画出すのどうしようかな、なんか見たい感がいまいち伝わってこなかったんで見たい流しましょうかはい、ブザービーター見てみましょう、はい、タップして押し込んだブザービーターですね、はい、うん、素晴らしい、これはね観客は一回うってなったところが入ってそうそう、あーって一回多分言った人いると思います、もうそしたらこう横ビャーンと飛んできてね、うん、ドカーンと、素晴らしい、あのブースターの皆様が立ち上がり、うん、選手が飛び跳ねという、ね、群馬の選手たちがこうとぼとぼと帰っていく姿がねかわいそうだったな、やっぱこれホームチームの、うん、
強みですね。そうですね、こういうブザービーター珍しい、ね、珍しい、うん、確かに珍しいですね。スパッと入るんじゃなくてね、そうですね、蹴られたのをタップして、はい、押し込んでという感じで、ね、ドラマみたいですね、ドラマみたいですね、というようなことで、先週のローソンポンタ週間 MVP は、高松ファイブアローズのアンドレス・ソントンに決定いたしました。はい、素晴らしい、ありがとうございます。さすこのプレー見させられたらね、週間 MVP になれますよ。はい、うん、素晴らしい。まあサヨナラホームランみたいなもんですからね。はい、サヨナラホームランを打ち、翌日の試合では、はい、20得点というトップスコア、ね、はい、の形で、アンドレス・ソントンが週間 MVP を獲得しましたよ。乗り、ね、はい、に乗って、素晴らしい、はい、というところでございます。まあね、高松これでプレーオフ決めましたからね、はい、まあ、それも含めて週間 MVP にふさわしいと思います、うん、はい。高田さんは今シーズン秋田の試合っていうのはどのぐらい見られたんですか？今シーズン私ライブに全部重なってしまって、なるほど、仕事と今シーズンはちょっと行けてないんですけど、うん、今週は行く予定です。予定います。それは大事、プレーオフ、はい、あ、今週じゃない、おいおい、来週、来週大丈夫か？今週も行くんですか？はい、あ、今週って今度の土曜日ですよね。そうです、そうです、今度の土曜日、土日あるんですけど、はいはいはい、そうですね、土日の大事な時に、うん、はい、というところで、埼玉戦、はい、埼玉戦、埼玉戦、今週の試合の方へ行きましょうか。はい、はい、さあ上位決戦の中 で、 そうです、ね、はい、イースタンカンファレンス岩手と秋田が1ゲームで来ておりますが、そうですね、結局一緒いっぱいでしたから、はい、1ゲーム差のまま、ね、これが最終戦に持ち込みましたが、相手が岩手が新潟、はい、秋田が埼玉、はい、強い、こう、うん、江島さんしっかりしてって言われてます、しっかりしてますよさっきまでなんかね、常識みたいな、常識人の塊みたいな、うん、こういうとこだな、こういうとこ、こういうとこ反省しなきゃいけないとこだな、はい、江島への叱咤激励はお待ちしておりますよ私は他人が叱られてるのを見るのが心底好きです。叱咤がね、大好物なんだよね、大好物。でもあれですね、今日番組の最後にブザービーターになりますよね、発言で、あれ次に独特の感性なコメントをありがとうございます。私には処理しきれません、はい、事務所の方にも良かったね、良かったね、あのいつものいつもの辰巳の気持ち分かってもらえた、はい、ね、天の声さんがね言った時の辰巳さんの気持ちが、はい、そうですね、やっと分かってもらいましたよ。そこと比べるな、はいはい、行きましょうか、はい、今週の話に、はい、そうなんですよ、この1位と2位の対戦相手が今乗りに乗ってる新潟大、まあ言っちゃ悪いけどブービーの、まあね、今シーズン苦しんだ埼玉、はい、はい、これはですね、秋田の連勝というのは非常に高い確率で、しかもホームですよね、これね。そうですね。はい、うん、これはもう、まあもう秋田は負けられないでしょうね。負けられない、ね、はい。でも逆にちょっとプレッシャーがちょっとかかるかもしれないですね。まあ確かにそれはあると思います。はい。で岩手は新潟と、これがねどうなるのでしょうと。はい。これゲーム差が並んだ時どうなんだっけ？ですね、同じ 勝数になると、直接対決は、ね、秋田の方が上なんですよ、うん、でも秋田が2勝して岩手が1勝しかできないと秋田が上、秋田が1位通過ということになりますね、うん、ただここで埼玉もですね、後半に来て実は侮れないんですよ、まあ、ちょこちょことね勝ってるんですよ、ちょこちょこと勝ってることもあるんで、プレーオフ争いをしている相手の中でですね、群馬にも一つ取り、はい、まあそれだけじゃ不公平だろうと横浜の一目止めそうですね、はい、上位いじめですね、はい、という状況で、はい、埼玉ブロンコスが実は鍵を握るという、はい、終盤に来てね、順位争いの、はい、首位争い、プレーオフ争いの、うん、キーになってたのが実は埼玉ブロンコスだったと、はい、いうことなんですよ。そうですね、はい、はい、そして、ここから新潟、仙台、富山というこの35勝、35勝、34勝、ここのグループも何がどうなるかと、はい、もうね、これあのこうなるとああなるってね、やろうとしたんですけどね、分かんないんです分かんないです、はいはい、で対戦相手を見ると仙台は青森と、はい、うん、新潟がさっき言いましたように岩手と、新潟がだから2つ勝つのは苦しいかなっていう状況ですよね、はい、そうですね、まあ普通のね成績でいけば1勝1敗ぐらいかなという感じですかね、はい、ただまあ勢いがあるのでね、2月強いんですよ、わからない、
そういう意味ではね、岩手はまあプレーオフでも当たる可能性もあるので、はい、岩手に、あ、ごめんなさい、岩手からすると、プレーオフで当たる時に新潟にこうねすごく調子づいた状態で来てほしくないと思いますんで、そういう意味でもここで1回はね絶対勝っとかないとという感じだと思います。そして富山はとりあえず当該成績があまり良くないので、群馬にとりあえず2つ勝つのが条件にほぼなってくるような感じですかね。まあ、仙台に1勝3敗、新潟に0勝4敗ということで、うんうん、直接対決の分が悪いんですよね、富山ね、はい、なので並ぶとダメなんで、まあ、少なくとも2連勝はしないといけない、はい、分かりやすいですね。分かりやすいですね。でちなみにこれ3チーム並んだ場合も、うん、仙台、新潟、富山の順番になるんですよ、うん、なのでそうすると富山はやっぱりホーム開催がないという形になるので、うん、とにかく2勝したいでしょうね、うん、まあ全チームそうですけど、うん、はい、そして青森ワッツはもうこのまんまというところで、そこから下また福島信州、はい、群馬、そうですね、ここがですね、ここがまた19、19、18、うん、はい、うん、これ3つのうち、まあ、上はねプレーオフには出られるんだけどホーム開催かとか、はい、順位がどうかという話ですが、うん、この3つは1つ落ちるわけです。落ちる、もうシーズン終了、今週末で終了っていうね、これはきつい、はい、長いよここから、はい、うん、そして、実は群馬がですね1個、はい、ゲーム差が足んない中で相手が富山と、そうですね、そういう意味ではねちょっと苦しいんですよ。富山もだって負けらんね、さっきも言ったように2連勝が必須条件、そうですね、はい、ですからね、そうなってくると福島信州は1勝1敗だとお互い20勝に到達するので、群馬が届かないということです、ね、はい、ただ長野か福島が2連勝という形になるとどうなのかしらと。そうですね、難しいです、難しいですって感じですね、はい、という状況でございます、うん、だからまあ群馬は2つ勝たなきゃいけないんだよな、はい、苦しいと思いますけどね、はい、はい、で、横浜、東京、埼玉ですが、横浜は残念ながら最終節を待たずに終戦ですが、うん、シーズン最終戦をホームゲームで迎えますので、そうですね、はい、しっかりしたゲームをお見せしないといけないというところです。はい、そして東京はその横浜とやりますというところ で、はい、でね、埼玉が鍵を握る秋田戦と、はい、びっくりすることをやらかしちゃうと秋田県民全員ひっくり返るとひっくり返るだろうなというようなことになってしまうので、ビッキーが多分あんな感じになっちゃうなっちゃいます多分、ね、というようなモチベーションで埼玉は秋田に臨むんではないかと思います、はい、そしてウエスタンの方ですが、はい、こっちも分かりませんよ。琉球ゴールデンキングスが42勝41勝と、はい、いうところで浜松の優勝はなくなりましたが、そうですね、はい、はい、京都は直接対決では沖縄より上なんですね。そうですね、ですので、どっち、まあ、京都からすると、自分たちが勝てばいいだけの、ね、1勝すればいい、マジック1という状態です、ね、そうですね、はいはい、勝てばいいという状態なので、はい、まあ、分かりやすいかなと思います、はい、で相手はそれぞれ大阪滋賀というところでございます、はい、京阪ダービーと前回浜松にとどめを刺した滋賀が沖縄とやるという状況ですね、はい、ですね、まあ、プレーオフを睨んだ上でのいろいろな駆け引きが行われるでしょうが、はい、上位対決同士の場合はね、はいはい、そこも楽しみです、はい、で浜松はまあ2位になる可能性はまだ残ってるのかな。浜松はもう3位確定ですね。確定ですかね。はい。並んだ時には沖縄の方が直接対決が上ですので、はい、はい、3位確定ということで。滋賀が沖縄と浜松は大分と、はい、という形で、大阪はさっき申し上げましたように京都になります。はい、で島根が奈良とやると。はい。はい、で大分と高松の競り合いに関して言うと18勝16勝で並んでるんですが2勝差なんですが、高松が福岡相手に2連勝、はい、大分が浜松相手に2連敗すると実は高松がひっくり返って上に行くということなんですね。そうですね、直接対決は上なので、はい、高松が7位に上がる可能性があるという状況ですね。まあ1位2位がねまだ分かんないので、はい、あの対戦相手を睨みながら調整するっていうことはできないとは思うんですけど、はい、まあ多分何位で出るっていうことももちろん大事なんですけど、うん、どういう形でプレーオフに臨めるかっていうその、うん、なんていうんですかね、流れというか、うん、そっちの方が多分
大切じゃないかなという感じの最終戦じゃないですかね。はい、うん、という形でございます。はい、ということで、比較的確証高く、はい、バスケの話をしっかりやって、はい、まあ、レギュラーシーズン最終戦ですからね、うん、そうですね、各、ホームゲームのチームの方は最終戦、まあ、プレーオフの控えてるチームもあるでしょうし、はい、レギュラーシーズンの最終戦をしっかり応援をして、そうです、ね、会場に、はい、足を運んでいただいて、はい、どうしてもという方は BJTV で、画面を通じて見ていただければと、はい、ありがたいです。形がございます。いいですね、はい、はい、という感じでございました。はい、どうですか。そうね、わかんないね。わかんないです。わかんないね。まあ今の感じだと多分上位チームはみんな勝って変わらずみたいな、あ、はい、あ、そういう感じが多いかなっていう、うん、今までもね、ここ 2,3 週はもうずっとそういう風に来てるんで、はい、上位チームが落とさずにずっと来ているので、うん、その流れはあんまり変わんないかなと思うんですけど、うん、分かんないのは岩手新潟とかですよね、うんうん、ここだけがちょっと分かんないんで、うん、これによってこう他へのね影響が多分出てくるので、はい、どうかなというところでしょうかね、うん、まあ、パズルみたいなもんだからね。そうですね、1個ずれるとガタガタガタってまた動いてくるみたいな、はい、多分ね、うん、自分たちが勝てばもういいんだっていうチームは分かりやすいと思うので、はい、なかなかここまで来るとね負けないんじゃないかなという気はしますけれど、うん、そうですね、逆に下のチームはね、そうはなるものかと。そうですよね、ちょっとビビらしてやるじゃないかみたいなね。頑張ってほしい、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい、と思います。どうですか高田さん、やってみて、はい、週刊 BJTV ニュース、いい雰囲気ですね。なんかおや、うん、おや、まあ、そう言うしかないですよね。いや本当に、はい、おちゃらけた話もしつつ、こうやってみんなでどうかなって考えたりとか、うん、まあ、どうかなって僕らが考えてもどうにもなんないんですよ。どうにもなんないってね。答えの出ない問いを。でも予想することってやっぱスポーツの楽しみの一つだったりとか、ね、うん、はい、注目してる選手がどういう動きするかとか、なんか予測して本番どうかなみたいなの、うん、はい、やっぱりそれをみんなで分かち、こう見てる人とね、うん、今見てくれてる方たちと、はい、分かち合うっていういい感じですよね。はい、まあ、今ね、コメントで話だけじゃなくてフリップでも出してほしいなという要望があったんですが、はい、私どもにそのような心がけは一切持っておりません。早いな、否定が早いな、検討もしないんだ。誰が書くんだと、ね、やりましょう。お、ね、江島くんがやる気になったようです。はい、おめでとうございます。気になったんですけど、江島さんは大泉洋さん似てませんか？大泉洋さんに似てるんですか？言われたことない。言われたことない。思ってました？いや、あ、ないですよ。おそらくですね、どう捉えたらいいんだ、そのリアクションは。おそらくですね、辰巳が大泉洋を認識してないって。それは認識してる。あ、なんかあんま浮かんでこなくて。もう焦った。ね、本当にお茶飲んじゃうよ。やっぱ実物で見るのと画面越しで見るのって結構違うと思います。なるほどね、はい、じゃあ会場で見た人はね。声がすごい似てます。でもへえ、あれ、はい、ということで今バスケットの話をして、はいはい、これはどうでしょうねっていう時の声の感じがバスケット話の時の声が似てた、はい、へえ、初めて言われましたよ。誰も納得してないので、私もそのためにかもしれない。いや、でもきっとコメントした人と2人は納得してるから大丈夫ですね。はい、はい、ということで、来週プレーオフに入る、来週終わっていよいよプレーオフに入ってまいりますが、はい、その時には週刊 BJTV ニュースにですね、はい、フリップが登場する可能性がある。可能性があります。ありますよ。フリップの予算がねえな。予算つけてもらうかな。うん、今日の今週の試合とかね、うん、なんでこう紙でごまかすみたいなね、うん、でもかなんか段ボールに紙つけてピッてギュッと持つことでこう硬い紙じゃないことをごまかすっていうね。偽フリップだったら多分登場するんじゃないかな、うん、はい、スケッチブックという、うん、はいはいはい、それはめくれるし、ね、めくってね、うん、はい、なんかフリップ芸人みたいな形。
石鹸みたいな。そんな面白いこと書かないよ言っとくけど、まあ絵を描く方は2人いらっしゃいますから、ね、絵はね、はい、絵はこれからこう期待できるなっていうこうね、はいはいはい、2人の画伯の、はいはいはい、ちなみにあのこの、バスケットボールちゃんだっけ、はい、バスケットボールちゃん、バスケットボールちゃんはまあ100歩譲って毎週描いてるからね、はい、こう分かるんだけど、天の声さんこれその右側画面向かって右側これなんだか分かります、これ大泉洋ですかなんですけど、あの京都が、お前ちょっと後で説教ハンニャリンですよこれ。そうなんです、書いて、まあ、2連勝した、うん、おめでたいと思って、はい、ハンニャリンを書いてみたと。そうですね、書いてみました、うん、今京都方面からものすごく批判を浴びたと思うよ俺、うん、そうこの間良かれと思って書いたんだけどね、書いたんですけど、あのミッキーの背番号って82番じゃないですか、うん、間違えて28番って書いちゃって、はい、本当すいませんでした。うん、唐突だな今急になんか申し訳なかったです、本当に、ね、間違えちゃって番号を間違って書いちゃうのとカタカナでビッキーって書いてあるのとどっちがひどいかあんまり遠くからだと見えないなって思ってあのビッキーって書いてあるね。皆さんでもビッキーってなんでビッキーっていうかはもちろん知っていますよね。まあカエルだね。あ、そうだそうだ。その裏はあ、そうですね。はい、はい、きっともうちょっと細かい話がある。あ、違うんです。でも私あの曖昧なので、でもその番号のあのことはビッキーは心が広いから大丈夫だと思いますよ。大丈夫ですかね。ぴょんぴょん跳ねてみんなうなずいてる。うん、はい。今ね、その辰巳の書いたハンニャリンが、はい、にゃんこ先生ですかっていうふうに来てるんですが、うんうん、このにゃんこ先生が分かる世代というのはね、はい、これはまあおそらく江島以上じゃないですか。あまり見てる人ってにゃんこ先生分かる人少ないんじゃないかな。なかなと思いますね。はいはい、多分ね、お前がそれをハンニャリンだと言い切った時にですね、日本地図でこう上から見てると京都あたりが真っ赤になったような気がする。おそらくそういうことだったと思います。お、田舎っぺ大将、相川金也さん。あ、そういえばそうですね。相川金也さんでしたね。ね、声優は、はい、ご冥福をお祈りいたします。しますね、うん。というところだね。すごいな。結構分かる人がいっぱい見てる。分かる人結構よかったよかった。はい。はい、ということで、はい、辰巳さんは今週末はどこか試合を見に行ったり、BJTV で見たりする予定はございますか？横浜の試合を今週見に行こうと思ってて、思っている、はい、はい、思ってますね。思ってます。はい、そして、秋田では高田さんが会場で秋田の試合を見守ると。はい、画期的ですね。画期的。この後行く場所言っちゃうみたいな。画期的だな。画期的ですね。なんか BJ リーグの試合を今週見に行きますよという、はい、最終二人がここにいらっしゃる。はい、素晴らしい。素晴らしい。うん、江島さんはどこ行こうかね。どこ行く？横浜かな。横浜かな。かな。かな。何曜日行きますか。あとでちょっと考えます。了解です。なんか業務連絡。業務連絡みたいな。急に、ね。了解です。了解です。はい。ちょっと考えますけどね。はい。はい、高田さんは活動としてはまあ BJ の方は別として近々何かされたりするんですか。はい。あ、いいんですか。どうぞどうぞ。お知らせ、あの6月26日に、うん。あのライブがありまして、あの、いいんですか私の。全然構いません。そういう番組です。はい、はい、改めましてあの歌を歌っております高田由香ですが、はい、6月26日金曜日に、銀座ミーアカフェさんというライブハウスで、あ、東京の方でやるんですね。はい、そうですね。ライブは、はい、まあ、銀座ですけど入りやすいお店、ライブハウスなので、うん、ぜひツーマンライブになりますので、はい、はい、あの上野真奈ちゃんという、はい、アミラの先輩です、事務所の先輩の方と、はい、初めてツーマンライブをやらせていただいて、いつもよりたっぷり歌えますし、バスケットの会場を見て作っ、あのそれに刺激を受けて作った曲なんかもやりたいと思いますので、はい、あのぜひあのブスターの皆さんにもこのブーストする力を私がこうバーって伝えられるように歌いたいと思いますので、詳しくは
すいません、お知らせで高田由香のホームページゆか高田 .com で詳細をチェックしてぜひ遊びに来てください。はい、素晴らしい。すいません、お知らせしました。銀座のどの辺ですか？すいません、私もちょっと方向音痴すぎて。あのどの辺ですか？あのミーアカフェ。いや、もうしっかりお話しいただいて。一丁目ですか？銀座の一丁目のプランターの裏の方。なるほど、銀座がお分かりの方、一丁目のプランターの裏の方だそうですね。はい、ぜひお越しください。ぜひぜひ。何時からですか？私は、7時半から19時半から歌えます。はい、詳細とか地図とかも全部私のホーム、あのブログ、うんうん、ホームページに載ってますので、はい、ぜひチェックしていただきたい。はい、そして、辰巳は先週 DVD が発売になったのかな。あ、そうです。シーナの日、4月17日に、3枚目の DVD が発売されました。無事に。素晴らしい。よかったです。その発売記念イベントが、5月の16日に、秋葉原のソフマップさんでやるので、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、なんと BJ リーグのファイナルの前の週という、はい、はい、ちょうどね、ちょうど何プレーオフの何の試合もない週というね、はい、勝ったよと言ってるから、はい、おお、ね、素晴らしい。ちょっと今回は大人っぽくなってます。おお、はい、お、なるほど、大人っぽいくなってるのでぜひぜひ見てください。おお、はい、勝った方いらっしゃいましたね。うん、嬉しいです。大人っぽくなった辰巳さんをね、はい、ご覧になられた方もいらっしゃるということで、はい、買った方がいらっしゃるとは思いもせず、はい、そんな一応発売したばっかだもんね。そうです、そうです。中にはいるよね。うん、嬉しいです。誰もいなかった。なんだかんだ言ってお前も中にはいるよねって言い方俺はいいよ。いや、全員買ってるかと言われると俺はいいけど、お前は味方してあげると。そうですよ、買いますよね。大変失礼いたしました。買いますよね。買ったんじゃなかったかな。買った、ね、まだだったかな。ちょっと家帰って見てみようかな。どの辺が良かったですか？なんかね、大人っぽくなってた。どの辺、スタートして何分ぐらいのとこ、あれ何分ぐらいだったっけな、スタートして15分いくかいかないかぐらいのところ。おお、うん、どんな格好してる、あのちょっとね、ちょっとあのなんていうテラスみたいなとこかな、あそこでこうちょっとこうふんふんふんっていう感じで歩いてる時が大人になったなと思ってね、俺見てたんだけどね。テラスってどうなんですか？あ、じゃあでも大丈夫大丈夫。何が大丈夫だから、作戦勝ちですよ。辰巳の知らない単語入れてくっていう作戦勝ちです。そこは作戦、いたかもしれないですね。実際、そうそうそう、はい、ね、あれ良かったね、大人っぽいの。ぜひみんな今見てほしいな。はい、そうです、うん、という形でそれぞれね、皆さん本業でもご活躍をなされておりますが、はい、週刊 BJTV ニュース、はい、機会があったらまた高田さんはご出演する気はございますでしょうか？はい、ぜひよろしくお願いします。事務所の方はよろしいんですか？いないそうですよ。大丈夫ですか、事務所？この現場を見た上でタレントを出していいか、この広い心の事務所ね。でもね、天の声さんが今日ちょっと落ち着き目にやったから ね、よかったよかった、うん、あれ普段通りだったら分かんないよかったよかった、うん、という形で、はい、まあ、そういえば、そういえばダンクシューあんじゃなかったっけ？ダンクシュー、ダンクシューっていうのは何？忘れてたよ。映像ですか？はい、映像ダンク見たくないですか？見たいです、はい、見たいらしいんで、じゃあやりますか。初耳は見たい感があんま出てなかった。あ、もうすごい、もう見たすぎて、見たすぎてやばい感じです。もうちょっと見たい感を出してもらえるか。見たいです、めっちゃ見たい、はい、よし、流しましょう、はい。短いな。結構すぐ。すぐ終わったな。すぐ終わった。うん、まあ、この時点で事前に見てないことがバレた、ね。もうちょっと長い感じで振っちゃったな、今ね。はい。シューってほどでもって言われてますけど。はいはい。はい、いや、まあでもね、あの素晴らしいダンクでしたよ。はい。うん。
秋田の会場も出てましたね。出てましたね、はい、スティーブンスローだったかな、はい、まあ今アップで見たいねというご意見もありましたけど、そうですね、そんな機能はなかなか持ってませんね、はい、なかなか持ってません。あの検討課題とさせていただきたいと思っております、はい、まあ、またねファイナルズ近いですけど、ファイナルズの時はね、うん、あのカメラも何台かでやったりするんじゃないかな、うん、BGTV さんもね、はい、いろいろと皆さんのご要望に応えられるように、ね、そろそろそのファイナルに向けてのプロモーション V みたいなのもね、そうですね、はい、できてくると思いますので、まあ、出来上がりましたらまたここでご紹介をしたい。出来上がってるんです、あとは皆さんに、皆さんにオープンするべく今動いてますんで、うん、はい、ぜひ見て、まあ、去年のね、去年も会場、はい、ファイナルズの会場来てもらったんですね。行きました、はい、あのライブ終わってビョーって飛んできました、ビッキーのように。お、はい、山形で実はライブがあったんですけど、はい、東京にもう飛んできて、はい、終わった後に、はい、見まして、そうですよね、まあ、惜しくもね秋田は、はい、あららね、負けちまったんですが、もう1年分の元気をもらったぐらい元気になりましたね、はいはい、なんかあの、うん、ピンクの T シャツを着込んで、はい、着て、クレイジーピンク軍団と言われてます。そうですね、あ、はい、そうなんですか、うん、そうなんです、クレイジーピンク軍団、あ、かっこいい、うん、はい、はい、そこに入ってられたわけですね、はい、あの T シャツを持って、うん、あの山形に行ったので、うん、あの行けるか行けないか分かんなかったんですけど、うん、それを着て、うん、会場に忍び込み、素晴らしい、クレイジー忍び込み叫んできました忍び込み、はい、はい、じゃあまた今年のファイナルにね、秋田が出てくるかどうかはまだ分かりませんが、まあその我々の動画も去年の様子を中心に作っているので、ぜひそれを見てね、この興奮を思い出してもらえればと思いますので、はい、はい、で、ね、去年行ってないチームの人はここに行ってやると、はい、この興奮の俺らが作ってやるっていうのをね、はい、見て思ってもらえればなと思います、はいはい、そして、各カンファレンスの代表が戦う試合ですので、残念ながらね、進出できなかったチームのブースターの皆さんもぜひ、はい、ここは最後の集結をして、ね、そうですね、見てもらいたいですね、うんうん、1年の締めくくりですから、はい、まあ、真剣勝負でありますが、若干その最後の締めくくりのお祭りみたいなね、はい、フェスティバル感、うん、カニバル感もありながら、うん、皆さんで盛り上げていただければと思っております、うん、最後ですから、うん、ただその前に最終戦があり、プレーオフがありと、はい、そこに向かうための切符を今かけて戦っているわけですから、はい、ということで、まだ週刊 BJTV ニュースはしばらくやります、しばらく、はい、はい、やります、はい、ということで、今週は高田由香さんをゲストにお迎えをして、行いました、はい、由香ちゃん出てると今更のような、はい、もうすぐ出なくなっちゃいますよ、もうすぐ終わるんですよ、今締めコメント中でしたよ、締めコメント中でしたよ、はい、ではその方のために高田由香さんから最後締めの言葉を、はい、はい、はい、もうね、大事な試合、目白押しな時期に突入しましたけれども、はい、ね、この突入終わりなんだ特に重要な期間、そして期間としてはそう、もうかけ、あのチームによってはもうここでどうなるかっていうところもあるので、はいはい、先ほどね、何回も言ってたんですけど、はい、ブースターの力がもう試合を左右するっていうのが本当にあると思うので、はい、私たちの力で、まあ、応援してるチームは皆さん、見てる皆さんね、違うと思うんですけれども、自分のこの声、力で応援して、少しでも応援してるチームが上がっていけるように一緒に応援していきましょう、はい、今までにないようなクオリティの高い締めでしたね、締めのセリフでしたね私も今週秋田でナイス締めのコメント、いやすごい、ね、我々のグダグダした締め、終わりますかいいですかって終わった今みたいな感じの終わり方がね多いんでね、素晴らしい、ありがとうございます、本当に、ね、背筋が伸びるお盆ですよ、はい、はいはい、私もこの後に何か言うことはもうないですね。そうですね。今コメントで一本締めで終わってくれというコメントがありました。はい、やってみます。やってみます。はい、それでは週刊 BJTV ニュース、はい、第25回これにて終了でございます。はい、よー、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Try your counsel. Come to the Amazon, let me show. I'm standing in the back of the door. Give me a soul tap, I'm gonna keep on it. Now, have a good time. Oh, 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 oh
バスケ見ようぜ BJTV。